イタズバチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらにございます長浜蒸留所と江ヶ島蒸留所さんのコラボウイスキー、稲妻エクストラセレクテッドエディションナンバー2入荷をいたしましたので、ご紹介をしていきたいと思います。こちら今月の9日にリリースされまして、当チャンネルでおなじみの長浜蒸留所さんと、地ウイスキー明石でおなじみの江ヶ島酒造さんの原酒のバッティングで実現した、まあ、いわゆる蒸留所コラボ第2弾ということで、第1弾の方は3月にリリースされまして、当チャンネルの動画でもご紹介をさせていただきました。こちらでございます。稲妻シナジーブレンドと稲妻エクストラセレクテッドということで、サブローマル蒸留所さんとの蒸留所コラボということで、サブローマルさんと長浜の原酒をバッティングしたものと、そこにプラス海外原酒をバッティングしたという2種類がリリースされました。で、今回はこちら長浜蒸留所さんの原酒と江ヶ島さんの原酒、そこに海外原酒をプラスということで発売をされました。こんな感じのデザインでございまして、同じデザインなんですけど、違うところが、まあカラーも違うんですけど、ここに描かれてる鳥ですね、これサブローマルさんとのコラボの時はヒヨドリが琵琶湖に飛来をしたという絵が描かれてました。ヒヨドリというのは富山県の砺波市の鳥ということで、今回は兵庫県ということで、この鳥が琵琶湖に飛来をしたという絵になってます。で、こちらの方の動画でもお伝えをしたんですけど、こちらに琵琶湖の形でこの窓が開いてるんですけど、これを覗くとサブローマル蒸留所さんが見えるという仕掛けになってまして、今回こちらの方を覗くと奥の方に江ヶ島酒造さんの建物が見えるという、またまた趣向を凝らしたボトルになってます。この稲妻というのは滋賀県の市ですね、市がこのギザギザになって、それが稲妻に見えるということで、そこから名付けられた稲妻ということで、稲妻は五穀豊穣を願うという意味もあるというのは、以前の動画でもお話をさせていただきました。本数が限定の6000本で、アルコール度数のが47度、価格の方が6900円で現在発売をされています。長浜蒸留所さんに関しては、当チャンネルではもう様々な動画、蒸留所のご紹介もさせていただいたんですけど、江ヶ島さんの方がですね、当チャンネルでは初登場ということで、少しだけお話をしていきたいと思うんですけど、この小さい可愛いボトルの明石ですね、これ酒屋さんとかで見かけた方いらっしゃると思うんですけど、まあこれがですね、まあ有名というか、これをメインにされてるんですけども、非常にまあコスパがいいウイスキーということで、この明石に関しては改めてちょっと別の動画でご紹介をしていきたいと思います。明治21年1888年に創業した超老舗の酒造メーカーさんで、当時は日本酒蔵ということで創業されました。その後ワインとかブランデーとかも様々なお酒を手掛けられまして、ウイスキー製造の免許を取得されたのは大正8年1919年で、同時にその年に地ウイスキーのホワイトオークを発売をされました。一方でサントリーの山崎蒸留所の建設は大正12年なんですね、1923年で、販売用ウイスキーをサントリーさんが製造されたのはその翌年ということで、サントリーさんと比較してそれよりも早い段階から江ヶ島さんはウイスキーを発売をされてたということで、日本最古の蒸留所と言っていいと思います。ということで、超老舗の酒造メーカーさんと、一方で長浜蒸留所さんはまあどっちかいうとまあルーキーに近いよな、ウイスキーにとっては。まあまあまあ、なのでもうベテランとルーキーがタッグを組んでコラボをしたということで、まあこれも非常に画期的かなと。江ヶ島酒造さんのウイスキーの特徴としては、大麦麦芽はスコッチの本場イギリスから輸入をされてます。で、仕込み水は酒造りにも使われてる地下水を使われてて、で、日本酒を醸す杜氏さんがですね、基本的には醸造のオフシーズンに蒸留をするという、なので、まあ、日本酒のノウハウもこのウイスキーには詰まってるということなんですね。で、特徴としては、まあ、海辺で蒸留をされて海辺で貯蔵されてるということで、まあ、ちょっとアイラモルトのような塩っぽさも感じられるということなんですね。今回のこのコラボボトルは長浜蒸留所さんのノンピーテッド原酒と、江ヶ島さんのライトリピーテッド原酒、そして海外原酒、この3つをバッティングをしたということで、提出をしてお伝えをしていきたいと思います。色の方こんな感じで、結構明るい目のゴールド色をしてます。柑橘系やね、
オレンジとかグレープフルーツのニュアンスがめちゃくちゃあります、うん、揺らすと粘性そんなないな、さらっとしてる感じで、さらりとしてます。香りと同じようにちょっと柑橘のニュアンスとアフターほんの少しピートやな、塩気あるな、全体的に原酒の重みとしてずっしりとした感じで、ボディ感は意外にあるな。香りは、うん、まあなんかどっちかというと結構パリッとした感じかなと思ったけど、うんうん、味の方はボディ感あるわ。アルコールの刺激は少しあるな、やっぱりストレートな。あとは長浜醸酒さん特有の麦の甘さももちろん感じられるんですけど、麦が強いわ。オレンジ系の味、それからまあベリー系の味や、だから味は結構華やかで、飲み終わってああなんかピート効いてるなという感じやな。加水で飲んでみたいと思います。甘さがまず前面に来るんですけども、余韻が、まあ、ちょっとチョコレート感、ビター感もあって、まあ、ピートはあるかないか言われるとああちょっとあるんじゃねえぐらいの感じですね。東島さんの家の方がライトリピーテッドということで、比率的には長浜さんの方がちょっと多いやろな、これ。まあ長浜側のリリース、ね、長浜さん側のリリースなので、おそらく原酒構成としては長浜醸酒の方が多いと思われます。海外原酒に関してはスペーサイド系のものが入ってるんじゃないかなと。ハイランドよりかな、どっちかって言ったらちょっとその辺は分かりませんけども、まあ、スペーサイドもしくはまあハイランドよりかなと、まあ、なんとなくここかなっていうのは自分の頭の中であるんですけど、それはあの秘密にして、秘密にすんのロックで試してみたいと思います。ロック一番合うかもしれん、そのフルーティーな感じが出てくる。あ、ロックで全然表情変わるわな。氷で冷やされて表情が結構ガラッとというか、よりフルーティー感、それから華やかさが出てくる感じ。バニラの顔だ。炭酸入れてハイボールでも試してみたいと思います。長浜さんのモルト、モルティーな感じが結構ガツンときます。江ヶ島さんの方も蒸留機がすごく小さめで、そこ長浜さんと結構共通点があって、もろみ由来の成分を結構残される、そういう蒸留機、これは長浜さんもそうなんですけど、小さい蒸留所同士でその麦感 を大切にされてる蒸留所同士ということで、相性すごくいいかなという印象を持ちました。これロックとハイボール合う、うん、サブローマルさんとのコラボとはもう全然またキャラ、サブローマルはまあまあ言ってキャラに違う、ピートはしっかりな、ボトルの感じはねすごい似てるんですけど中身全然違います。こうなるといろんな組み合わせ見たくなるな。原酒交換がね、長浜さんこれ2回目なんで、もっとどんどんやってほしいなという印象があります。今この原酒交換されてるのはこの長浜醸酒所さんとサブローマルさん、そして今回の長浜さんと江ヶ島さん、そして以前にご紹介をさせていただいたマルスウイスキーさんと秩父醸酒所、あのイチルズモルト、3つだけなので、まあ今後ねいろいろまた原酒交換をしていろんな味が楽しめたらウイスキーファンとしては嬉しいかなというふうに思いました。あの妄想やけど静岡とかさ、まあ、静岡なんか やってくれはったら思うやな。蒸留所、厚岸蒸留所、あと、まあ、来年春にリリースが発表されましたユーザー蒸留所、夢は広がる。スコットランドではねこういうことは日常的に行われているので、まあそれと同じように、まあ、日本も蒸留所たくさんできてきたのでね、こういうことがねいろんなところでこう交差していくと日本のウイスキー自体がですねレベルがアップしていくかなというふうに思っております。ちなみに今回これ長浜さん側から出たんですけど、明石さん側からもリリースされるので、またそれも楽しみかなというふうに思います。今回は長浜市蒸留所さんと映画島酒造明石蒸留所さんとのコラボウイスキーのご紹介をさせていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。これもそれぞれの良さが引き出されてて美味しいので、これはもうこうずつけられない。どれが一番いいって言い難い、うん、せやな。今回のこの明石さんとのコラボボトル、すごく完成度が高く仕上がってるなということでございます。というわけでおしまい。